一番の財産というのは社員だと思います。やっぱ社員を大事にできない会社は必ずいつか滅びると思ってます。筑紫野市にある株式会社神話製作所、窓枠やドア、サッシなど金属建具を製造しています。特殊なものや規格外の製品を得意としています。技術的なノウハウがまだ浸透されてないというかですね、職人さんの技術ですね、そういうのがやっぱりないとなかなか形にはなってもものにならないというか。昭和43年、サッシ会社に勤めていた会長により創業。バブル経済後の不況で廃業する同業者もいましたが、会社は乗り切ることに成功します。やっぱり大手に依存しない小さな販売店さん、工務店さんでも同じように対応するっていうのがうちの会社の方針でやってきましたので、広く浅くお付き合いをしていって、それでどうにか乗り切ってきたかなと。納期厳守がこの会社のモットー。信用が口コミで広がり、遠方からも依頼が舞い込むようになりました。建具の納期が遅れると全ての後工事に影響が及んできますので、約束すれば必ずあそこは守ってくれるという、まあ、今関東関西の方からですね、輸送コストがかかってもいいかなと、ここ数年ですね多くなってます。期限内での製造を支えているのは職人の高い技術力です。それゆえ技術の継承は会社の生命線。同じようにやっても同じようにならないっていうのがこのスチール建具の難しさであるんですね。マンツーマンでベテランの職人さんに若い新人の社員をつけて、その職人さんに任せてます。後継者不足で建具メーカーが減っていく中、技術の伝承で未来へとつなぎます。船で例えるとタンカーは小回りは利かないけども、うちはその辺の漁船でいいんだと、小回りに利く商売をしなさいと。今若い連中を数名入れてバトンタッチする、その期間というのが、まあ、結構かかるんですね。教育っていうのがこれからも大事だと思いますし、会長が気づいてくれたこの会社を100年まで続けられるような会社にしていきたいなと思っております。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。